あ、ごめんなさい。結局なんか、いや忘れ物じゃなくて、Mac のあのやつでパワポ作ったんで、そう。だから。これそう言っとかなきゃダメなんだよ。そうなのか。いや、そうね。すいません、私の落ち度です。行ってきます。Sorry, I'm preparing. I will start soon. で、これ HDMI が入んないからね。どうしようかな。全部3人使わなくてもすみません。今取りに行きますか。It's too far, sir. But sorry about that. あの全然あの
まり興味なくて、興味なくてっていう意味じゃなくて、まあ、あまりないじゃないですか。で、まあ、大宮にちょっとボランティアリウムがあって、昔中学校時代に一回行ったぐらいかな、みたいな、そのぐらいのものだったんですけども、ふっと興味があると思っちゃったんですね。で、そうした時に、じゃあ、プラネタリウムについてちょっと調べてみようと思って、東京大学の図書館に行ったら、そういう文献はほとんどなかった。まあ、文系の大学なので、あまりそういうのは揃えてないんだと思うんですけど、特にプラネタリウムはなかった。で、じゃあどうしようと思った時に、その足ですぐ、教務課に行ったんですね。で、教務課に行って、教務課の方に、すいません、私プラネタリウムに興味があるんですけど、どなたか知ってる、なんかそういうのに詳しい先生いらっしゃいませんかっていう話を、聞いてみた。で、そしたら、その教務課の、方が、独協大学には天文関係は2人先生がいらっしゃると。で、1人は、当時副学長だった東先生で、もう1人は、福井先生っていうのが、まあ、天文に詳しい天文の、まあ、専門の先生だよってお話し教えてくださった。で、ただ、東先生は当時副学長だったので、忙しいと思うから福井先生の方行った方がいいよっていうアドバイスをいただいたんですね。で、だからまあその足で私はもう中央棟の、上がってって、福井先生というドアを探して、ノックをした。コンコン、で、幸いにして私がすごくラッキーだったんですけど、福井先生が奇跡的にそこにいらっしゃった。で、どうぞって言われて、ガチャッて、まあ、失礼します、言語文化学科の、まあ、本名麻生孝代って言うんですけど、麻生孝代と申しますけれども、私プラネタリウムに興味があるんですって言ったんですね。これだけですよ。私プラネタリウムに興味があるんですって言ったんですよ。で、そしたらその福井先生が、まあ、こういう椅子に座って一番遠くにいらっしゃって、まあ、座ってらっしゃって、で、こっち窓際で、で、くるっと、私そっちにいて、くるっと後ろを向いて、突然電話をかけ始めたんですね。で、私プラネタリウムがあるって今言ったのに、それするみたいな、こう、まあ、とりあえず電話なさってるから、待つしかないみたいな。で、私はもうドアのところで直立して、先生が電話終わるまで待ってよっていうふうに思ったんですね。で、待ってて。で、そしたら福井先生が、君5月21日だったと思うんですけど、21日、木曜日空いてるって聞かれたんですよ。で、私としてはもうそれ空いてますって言うしかないじゃないですか。空いてますと、空いてます、もちろん空いてます、むしろ空けますっていうような、空いてますと言ったら、じゃあまあそういうことだからみたいな話で電話をお切りになった。で、君、実は僕は天文は詳しいんだけど、プラネタリウムはそんなに詳しくないんだと。で、プラネタリウムに詳しいのは、日本で一番プラネタリウムに詳しいのは、国立天文台の伊藤昭一先生であると。で、ただ僕は伊藤先生と、まあ、面識はあるけれども、そこまで親しいわけじゃなくて、君を紹介できるレベルではないと、ほどではないと。いうようなことで、僕と親しくて、さらに伊藤先生と親しい西条圭一先生というのが、国立科学博物館にいらっしゃるから、まず君そこに行って西条先生にお話を伺ってきなさいと。で、もしよかったら西条先生が伊藤先生を、国立天文台の伊藤先生を紹介してくれるかもしれないよっていうアドバイスでした。で、私はただただ図書館から中央棟に歩いてくるくらいの時に、私プラネタリウムに興味があると思っただけですよ。思っただけで、突如としてその日の、まあ、その1時間もしないうちに、そのなんか、日本で一番プラネタリウムに詳しい先生、国立科学博物館の先生とお会いすることになったみたいな、そういうぐらいのノックしてみたら、バババババババって引き出しが開いてきたっていう、そういう体験があったんですね。で、まあ、もちろん、そういうとこ行くには、ちょっと調べなくちゃいけないっていうことで、ちょっとだけ、まあ、ちょっとだけですよ、本当に。プラネタリウムについて調べて、質問事項なんかをちょっと自分で調べたりとかして書いて、その翌週の、5月21日に、国立科学博物館に、伺って、お話を伺ったんですね。で、そしたら、なんとなんとなんと、
全く私の中でプラネタリウムと活弁っていうのはあのリンクして考えてなくて、まあ、ただただ興味があるっていうふうに思っただけだったんですけど、プラネタリウムってあの解説者の方がいらっしゃるじゃないですか。で解説者の方々を昔活弁士に習ってプラ弁って呼んでたらしいんですよ。でそこで初めてプラネタリウムと活弁というのがリンクしたんですね。でそのお話をもとに、で、まあ、あの福井先生がおそらく西条先生に話を通してくださっていたと思うんですけれども、あのお話が大体1時間から1時間半ぐらい取ってくださって、でそしたら、お話終わりぐらいで、じゃあ本当ありがとうございましたっていう話をしたら、ちょっと待ってっていうことでそこでまた電話をかけ始めて、で、その翌週、伊藤先生、国立天文台の伊藤先生と、会う約束を西条先生が取り付けてくださったというようなことで、でまたその翌週私は国立、天文台の、伊藤先生にお会いしに行って、まあ、その時には、まあ、プラベンの話ももちろん盛り込みつつ、もっとあの詳細に質問事項を、書き、メモしながら伺ったんですね。で、まあ、そういうようなことでいろいろなお話を伺って、でそれだけじゃなかったのがこの私の、すごくインパクトがある印象に残ってるんですけれども、まあ、そこで一応お話を終わって、その後私は卒業論文を書き終わって、それを、まあ、あの西条先生だったりとか伊藤先生とか、今プラネタリウムについては書かなかったですけども、送ったりとかして、まあ、あとは年賀状とかあので、その説がお世話になりましたみたいな、ちょっとした手紙のやり取りなんかはあのしていたんですね。で、それから何年かして、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。あのはやぶさ、小惑星探査機のはやぶさが、帰還した時に、実は独協大学でもそのはやぶさのカプセルが展示されて、天文宇宙ウィークっていうので1週間ぐらい、来て、でもうそれこそ JAXA の理事長からもう天文あの各地の天文の学者の方々、名だたる先生方が、出て、まあ講義と、まあ、いろいろなイベントをするっていう天文宇宙ウィークっていうのがあったんですね。で、その時に伊藤先生、西条先生、福井先生に、あのプラネタリウムの子いいじゃないって言ってくださったんですね。で、まあなぜか私がそのもうほんとそうそうたる、それこそもうまあ30代に40代の研究者もいないぐらい の, あのもう超有名どころの先生方が集まる、あのそして講義をなさるっていう場所で、私がプラネタリウムについてあの大講堂で1時間お話をするっていう世にも奇妙なことがあったりとかして、で、まあ、それに際してあの全国のプラネタリウムについて、まあ、私が知らなくちゃ喋れないのであちこち行ったりとかして調査をしたりして、でまあ、あのこういう独協大学にはやぶさがやってくるみたいなあのイベントに出させてもらったんですね。独協本当バカだなって思うのは、あのこの想像ってもちょっと今これあの明るくできなかったので、まあ、大きくできないんですけども、あの先生方の名前あいうえお順なんですね。でそうだから私名前麻生なので、あのなんかいろんな先生方を差し置いてなんかトップにあの名前を書くっていう、すごい今その時すごい恥ずかしかったんですけど、まあ、そういうような、ことで、でさらにその天文に関係する活弁を、やってくれないかっていう別のオファーもあったので、1日5回ぐらいかな、明治期に作られた月世界旅行っていう、まあ、映画業界では知らない人はいないっていうあのフランス映画なんですけども、その活弁をあの35周年だっけ、あの体感ところのホールで、やらせていただいたと。でそれがそのつまりプラッとあれ私プラネタリウムに興味があると思ったのがドド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 ドッと巡り巡って、まあ、あのプラネタリウムについてプラネタリウムと活弁の関係性にも近づいたし、さらにそれが活弁をつあの講演をするっていう、活弁を伝える活弁を広めるっていう、私のやりたいことにも結びついたっ
ていう、ことでした。で、まあ本当に活弁って先ほど一番冒頭で、活弁してる人って聞いた時に、まあ、ほとんどの方が知らないで、私としてはもうそれが一番面白い芸能だと思ってるので、それをより多くの人と楽しみたいって思っている。で、じゃあどうしたら楽しめるんだろうって言った時に、もうやっぱりどんどんいろんなことにチャレンジしていかなくちゃいけないし、いろんなことをチャレンジするって楽しいじゃないですか。で、まあ、だからなんかすごい恥ずかしいんですけど、まあ、そうか、爽やかさんっていうのがあって、何歳までだったかちょっと忘れましたけど、21歳か2歳ぐらいまで見てられるらしいので、まあ、なんかこういうふうに出てみたりとか、A から行こう。 A、B、C にしますね。 A、 44万円 A、 44万円映画っていろいろお金もかかる中で44万円ね。じゃあ B、 4400万円、4400万円。
言語文化学科みたいなところがなかったんですね。で、語学の方はあるんですけれども、私がやりたいものがなかった。じゃあどこの大学院に行こうかと思った時に、随分私の話を巻き戻ししていただいて、お父さん、じゃあ2番目にいい大学ってどこ？東京大学かなっていうのを、まあ、ふと思い出すわけです。で、じゃあとりあえず、東京大学の、大学院の説明会に行ってみようじゃないかというふうに、足を踏み入れるわけです。でそうした時に、まず第一声が、松浦久知先生っていう芥川賞作家の先生が当時専攻長だったんですけれども、第一声でこう言ったんですね。ここは冒険的研究するものを望むと。まず第一声がそれだったんですね。冒険と思って、冒険、あのドキドキワクワクする冒険したい、冒険したいじゃないですか、冒険したい、私ここに入りたいということですよ。で、まあ入って、まあ、一生懸命そこから勉強して、試験時間6時間ぐらいの試験が、6、7時間ぐらいの試験があって、一次試験で、二次試験が論文審査と面接みたいなものなんですね。で、まあ、なんとかかんとか、東京大学の関係者の人には、お前は研究しに行ってんじゃなくて研究されに行ってんだろうとかいうなんか皮肉を言われながら、まあ、なんとかかんとか、合格したわけですよ。で、合格すれば今度また新聞にプレッシャーも跳ねのけて、若いうちっていうのは何でもかんでもやってみる時期だなっていうふうに、思ったので、しかもこれまでの経験上、プラネタリウムと何活弁関係あった、オハイオ州行ってみたらエジソンの生まれ故郷だったみたい なんかそういう偶然ってものすごくたくさんあるわけじゃないですか。で、まあ、じゃあ何でもやってみようっていうことで、いろいろそのあまりノーと言わない、生活を送っていきます。で、そうした時に、新しい新作のあちこちパッパっていうのを、作りたいっていう、新進気鋭の映画監督たちがいて、それで作ってもらったりとか。で、そうすると今度は前回はジオラマでしたけど、今度は生身の若者が、そこの画面上に現れるという、そういう映画なので、生身の現代人に語りをつけるというのは私にとって初めての経験でした。で、まあ、そんなこんなしてるうちに修士課程が終わって、修士論文を書いて終わって、で、まあまあ、そういういろんなことをやってたら、脚本をお願いしますとか演出をお願いしますとか、まあまあ、自分で脚本書いて、演出やって、一人芝居やるとかいう、しかも1500人ホールで、一人芝居をやるっていう機会があったりとか。で、そういうのって実は活弁の全盛期の時代にはそういうのがあったんですね。で、まあ、皆さん昔の映画に飾りをつける古臭いって思うかもしれないけれども、そうじゃなくて、いろんなアレンジをして、もうその映画館ごとに特色を出していく。で、その映画の間に映画をストップさせて、まあ、今だったらその監督とか の意向とかを考えなくちゃいけないので、まあ邪道だとは思いますけれども、ストップさせて自分が歌を歌うとか、そこで芝居を一くくりやるとか、いろんなことをやってて、でしかもその例えば映画のスピードがちょっとタラタラしてて、自分はもっと早く喋りたいのに映画が遅いというと映画を編集させてしまったりとか、まあ、そういうようなことを実際にやっていた、ものすごい面白い、時代だったんですね。で、まあ、そういうことを、明治大正あたりの活弁を考えると、まあ、原点回帰というか、芸能ってそうだろう、お客さんの今来てくれるお客さんにどれだけ の自分が挑戦できるか、どれだけ、より楽しんでもらえるかっていうのは、毎回その同じことをやっていくのではなくて、新しく、どんどんやっていく必要があると。そしてお客さんが、まあ、少なくとも私 の周りにいらっしゃる方々はそれを求めてくださる方が多かったので、まあ、いろんな人たちと、まあ、対抗集団とやってみたりとか、まあ、その東大 その私の指導教官には、吉本なんかに出るのみたいなこと言われましたけど、まあ、吉本 その神保町、花月、新宿、ルミネ、福岡、仙台って回ったんですけども、役者さん、芸人さんたちが
芝居をやって、で私がこう、まあ、ナレーション兼ツッコミとか、あのいろいろ私がボケてみると向こうがツッコんでくれたりとか、そういうようなあの芝居をね、やらせてもらったりとかで、毎回あのアドリブを入れたり、あのダジャレとかを入れたりとかして、まあ、そういうのをやってみたりとか、あと、まあ、2005年から活弁教室っていうのを浅草でやってるんですけれども、まあ、そういうのを始めたりとかで、あのまあ、あのアルバイトとかも、まあ、私もやったことがあったりして、まあですね、で例えばそのあの能の、有名な世阿弥でさえも、私この言葉結構好きであの使うんですけども、ことさらこの芸、その風を継ぐといえども自力より譲る振る舞いあれば語にも呼びがたしと、で要約するとその先人の風刺を受け継ぐだけではダメで、そこに自らのその工夫やその、まあ、才能によって新たに開いていかなくちゃいけないよっていうようなことなんですよ。で、なかなか そこまで自由にできる芸能って、まあ、こういう伝統芸能って言われるようになるとなかなか厳しくなってくると思うんですけれども、まあ、まあ、若いうちはいろいろやってみたいと思っていろいろやっていますということですね。で、まあ、シェイクスピアが生誕450年だったかな、の時には、まあ、私もシェイクスピアやってみたいと思って、で、シェイクスピアの映画でもサイレント映画で見つからなかった、じゃあ自分で一人芝居やろうみたいな、そういうようなのですね。で、まあ、資生堂の花椿に出させてもらったりとか、まあ、ちょっとチラシもね、ちょっとポップでおしゃれじゃありませんっていう書いてみたりとか、でまあ、マツコロイドって あったじゃないですか。マツコロイドを作ったあの石黒教授いらっしゃるじゃないですか。で石黒教授と、まあ、ご一緒する機会があって、でそれはあの、まあ、いらっしゃるってことだったので、じゃあ石黒教授を騙そうじゃないか、 そういうことにチャレンジしてみたい、石黒教授をえって言わせてみたいっていう、興味って湧くじゃないですか。で、私がアンドロイドを自ら演じてみるっていうね、一応名目としてはオカメロイドでも裏では小屋タロイドって言われてたんですけども、やってみるとか、でこれも、まあ、台本も衣装もメイクも声も演技も全部自分で担当する、全て自己責任で、やっていく、失敗したら自分の責任であるというような環境がで、これ動画なんですけどちょっと今回はやめようかな、あ、ごめんなさい、大丈夫です。で、まあ、例えば、歌舞伎メイクアップ教室に通ってその歌舞伎のじゃあどうやってメイクしてるんだろうかみたいなのでやって、自分なりのアレンジをしたりとかして、例えばその弁論大会があった、で今その弁論大会の理事をやっていて、今年はもう、9月20日にもう締め切っちゃったんであれですけども、本大会が今年は11月の18日に、日曜日に、立命館の方で、行われるんですけど、その時に、私は文部大臣賞を今度は決める側ですね、文部大臣賞を誰にしようかっていうのを決める審査員を、今年はやることになってます。で東京では今度、10月17日に公演があるんですけども、あの人に音楽をお願いしたいっていうことで音楽をお願いする、で、そうした時にじゃあどういう風にやってほしいって自分たちで言えるわけじゃないですか。で、あらゆる舞台の全てに携わることができるっていうことですね。で、まあこれが、今回の10月17日今回平日なんですけど、グランドピアノ入れる関係でちょっと毎年木馬亭でやってるんですけど、ちょっと小屋が小さくてピアノが入らないのでっていうことで、浅草のミレニアムホールっていうところに場所を変えました。で、まあ、それで、ピアノ、バイオリン、薩摩琵琶と作品です。でそれに対して、でだからうちの師匠の師匠はこの中寺旅日記をすごくやりたかったんだけれども、当時まだ発見されてなかったからやることができなかったけれども、まあ、今年はこれをうちの師匠が書けると。じゃあそうした時に私は何をやろう、もう対策にぶつけるの、まあ、チャップリンとかでもいいのかなと思ったんですけれども、今年は久しぶりにあっちこっちパッパ例の新作活弁映画を描けることにしました。で監督に言ってちょっと編集をしたいっていうことで、今回の公演用に、大幅に
編集をし直してもらって広がりにかける、やっぱりこうアカデミックな方々にはいいかもしれないけれども、じゃあ今どうしたらいいんだろうかっていうのでものすごい遅いんですけども、今年4ヶ月前から YouTube を始めてみました。で、この小屋田ジャパンチャンネルっていうのをまず最初に始めて、でも滑弁って、検索かける人ってまあいないじゃないですか。でそうした時にじゃあどうしたらいいのかなって思った時に、まあ、東京オリンピックを見据えて、そうした時に日本に興味が湧く時期だと思うので、そういう人たちが見た時にたくさんストックがあるようにしようっていうんで、まあ、あの日本のマナーだったりとか文化だったりとか、まあ、あと漢字のレッスンだったりとかいうのをまあメインに、上げて、でそしたら YouTube 始めたら、2週間後ぐらいかな、始めて2週間後ぐらいに音楽提供をしたいんだっていうカナダ人がなんかメールで連絡くれたりとかして、まあ、音楽を作ってくれたりとか、あなこんなに広がるんだっていう、でまたその、まあ、海外の方限定ですけども、まあ、今のところはコラボしたいっていうオファーがあって5人ぐらいかな、あとはまあ動画をちょっとインドネシアの方に送ってみたりとかいうのは、まあ、そういう交流をしたりとかは、あって、まあ、なんかちょっと面白そうな展開になって、で、まあ、最近麻生活弁 TV っていうのをようやくスタートしてみました。で、じゃあ私が今その YouTube ってどこに向かうのっていう話なんですけども、そうですね、じゃあちょっとここで、皆さんのやつをちょっと聞いてみようかな。はい、1個うまく、一件ね、たたいも入ったんですけども、おとなしかった性格から今のようになるまでの過程をもっと具体的に知りたいですっていうことなんですけど、ありがとうございます。これまでに1件しか質問なかったんですか、ちょっと寂しいな。はい、いいんですけど、ありがとうございます。もう本当に今の質問の方本当にありがとうございます。質問お待ちしてました。やっぱり大きな声が出せるようになるっていうのは大きなことでしたね。それが一番の私の、切り替わる起点だったように思います。でそれまでは知らなかったですね。で私も有言実行難しいけど、頑張るので、お互いに皆さん頑張りましょうというところでこの講義を終わりにしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。